ゲオルク・ビルヘルム・フランツ・ウェンダー・アース・ゲオルク・ベンデロートは、ドイツの薬学者、植物学者である、マールブルク大学植物園の創設のために働いた、マールブルクで生まれた。薬剤師の見習いをした後、シュバインフルトで働き、1796年にマールブルクに戻り、マールブルク大学で医学と自然科学を学び、1801年に医学の博士を生んだ。 1803年から1806年の間、マールブルク大学で講師を務めるが、死の混乱ラ免費がなくなった後の植物学や、薬学の教授の地位は得られず、リンテルーン大学へ移り、医学、薬学、植物学を教え、大学の植物園を監督した。フランス革命後、ベスト・ファーレン王国が成立し、王国内の大学の統合によって、リンテルン大学が廃止された後、 1810年にマールブルク大学に戻り、メレムに代わって植物学の教授となった。ベスト・ファーレン王国の国王になったジェローム・ボナパルトが大学に寄付した土地に植物園の建設を庭師のシュバルトコフと作り上げた。この植物園は1977年に大学の植物園の機能が新植物園に移された。あと、マールブルク旧植物園として、 公演となっている。年に、ドイツの科学アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれた。マメ科の植物の俗名、ウェンドローズは SCHLTDL に懸命された。ウェンダーは、植物の学名で命名者を示す場合に、ゲオルク・ベンデロートを示すのに使われる。ありがとうございます。